前回はね、このね、俺あんま正直あんま好きじゃないんだけど、まあコウキンス、いやでもかっこいいからね、いいんだけどさ、まあ、キャラ的になんかクールだしね、いいんだけど、まああれよ、あれだったから、まあ嬉しいけどね、嬉しいけど、まあ俺が欲しいのはペローナがボニーっつうことで、でもね、今日買いに行ったらさ、なんか違う種類のになってさ、ほら、な前回のと変わってるんだよね。もう泣けてきた。ボニーゲットする前にもう変わったってね。ボニー、俺のボニーがね、ボニーゲットする前に変わった。しかもボニーいないんだよね。でもシークレットあるんじゃん。もうシークレット、これペローナとボニーでしょ。もう逆にシークレットがボニーとペローナじゃなかったら他何だったっつうね。もうその頃で一晩議論してもいいぜ。絶対ペローナとボニーっつうことで、まあね、ちょっと狙い、まあ普通の通常のやつ、これ絶対このローが欲しいんだよね。ロー、いや、ローやべえわ、ロークソガッケーわ、ローが欲しい、ほんとロー、やばいわ。こんなだともうダントツローだね。もうローっつうことで、ロー狙いでいこう。あとはまあね、うん、まあ当たればいいかな的な、あれかな。まあローと、まあシークレットのボニーとね、うん、ペローナ、まあ違ったら投げてくるけれども、いや前回のボニー欲しかったんだよな。いや前回のペローナは、まあペローナは絶対ね、もうシークレットにいるっつうことで、ね、もう逆にさ、もう、うわローかっけー、見てくれこのかっこよさ、やべえだろマジで。俺クソがっけえな、マジで。俺ローになりてえよ、もはやローになりて、俺ローになろうマジで。つうことで早速ね、開けよう。頼むぜ。ボニーじゃねえや、ペローナ、ボニーはいない。あでもボニーもシークレットの可能性があるからね。ボニーかペローナ、さて緊張の瞬だ、みんな緊張。おお、びっくりした、びっくりした、ガム落ちてきた。ガム食べながら開けるよ。ガムクソめえからね。ちょガムを、懐かしい味するんだよね。幼稚園の頃に乗った車の中のね、味みたいな、車の中の味って美味しい。うん、あ、やべ、一個ずつ食べて味を堪能しようと思ってた。これね、味の種類があってさ、アップル、グレープ、ピーチ、バナナ。あ、でもクソうめえ。いや、本当に美味しいけどすぐ味がなくなっちゃうんだよね。それぐらい、いくぜみんな、願ってくれ。でんでん、まああれだ、いや、そんなさ、今のは幻だと思う。さて、行くぜみんな、気を取り直していくぜ。なあ、ガムクソうめえや。うん、まあそうか、まあいいや。